11月17日、町田市にある子ども創造キャンパス日向村で、夏野菜の種取りとさつまいもの収穫が行われました。日向村の菜園の手入れを通し、自然の大切さを知ってもらおうと通年で開催されているもので、この日は小学生10人が参加しました。講師の塚原さんの指導のもと、子どもたち自身が植えた野菜を観察しながら、種を取るために残しておいた夏野菜のオクラやナス、ピーマンなどの収穫を行いました。その後、シャベルを使い、傷をつけないように注意しながらさつまいもを収穫します。子どもたちは歓声を上げながら、さまざまな大きさのさつまいもを掘り出していました。うわ、取れた。最後にグループに分かれて、夏野菜から種を取り出し、色や形などを観察します。自分たちで取ったさつまいもをお土産にもらい、この日の収穫体験を終了しました。お芋を取るのが楽しかった。お芋たくさん取れて嬉しかった。種がたくさん取れて嬉しかったです。皆さんの、ね、笑顔を見れてとても良かったなと思っております。自然菜園の方はサポーターの方々、大人の方々にも携わっていただいてますので、子どもだけでなく、いろんな年代の方にちょっと触れ合っていただけたらなと思っております。時間はあるからゆっくりでいいからね。